ようこそ皇室ジャパンへ。2023年も愛子さまが注目され続けています。驚くべきことに、愛子さまが旧宮家のご子息とお住まいでご対面したという記事が週刊女性から報じられました。このニュースによってますます注目が集まっています。今回はこのニュースから見ていきましょう。この動画をご覧になっているあなたも、最近の愛子さまが一層美しくなられたように感じられるかもしれません。私も同感です。週刊誌の記事ではそのようなことにも触れています。その理由として、美容に対する意識の高まりや健康的な生活習慣の取り入れなどが挙げられていますが、実際のところはどうなのでしょうね。それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。最近の愛子さまといえば、昨春と今年2月の間で随分とおきれいになったとの声が多く聞かれます。愛子さまは現在学習院大学の3年生で、大学生の春休みは長期間にわたるため、2月から4月まで約2ヶ月間の休暇を過ごされています。宮内庁関係者によれば、同級生たちはもっか就職活動に励んでいます。企業説明会が解禁され、本格的な選考が始まる3月1日を控える今頃は、親しい仲間内でもピリピリとした雰囲気が漂いがち。その競争に参加されない愛子さまは、御所で穏やかな日々をお過ごしになっていますとのこと。春休みが明けると最終学年の4年生に進級されます。しかし、これまでにキャンパスへ実際にお出かけになった機会は数えるほどしかないようです。愛子さまは大学生活を通じてプライバシーを尊重されながら学業や趣味に集中されているようです。2020年4月のご入学当時は、新型感染症の影響で全国的にオンラインでの授業が主流でした。感染が縮小するにつれて、対面授業や部活動、文化祭などの行事が再開。学生たちは失われた大学生活を取り戻すかのようにキャンパスライフを満喫し始めたのですが、愛子さまはそうはなさらなかったのです。両陛下に万が一のことがあったら国民に迷惑をかけると御所でリモート授業を継続し、初めて大学のキャンパスで授業を受けられたのは昨年12月下旬でした。ここで今回のリーク元と思われる皇宮警察関係者が語ります。人生における夏休みと謳われる大学生活のほとんどを御所でお過ごしになったことはお気の毒に思います。ただこの間に愛子さまは青年を迎え、洗練された大人の女性へと成長されました。その背景には、密かにお会いになっていた彼の存在が終わりなのではないでしょうか。とするもの、約3年間外出自粛生活を送った愛子さまが、変化を遂げられた理由とは一体どんなものだったのでしょうか。日本の皇室は現在危機的状況に置かれているといいます。現行の皇室典範では、女性皇族が結婚後に皇籍を離脱すると定められており、公務の担い手の減少は免れないからです。また皇位継承者は秋篠宮さま、悠仁さま、そして87歳の常陸宮さまのお三方のみで、皇統を維持すること自体が困難になりつつあるのが現状です。今春
高校2年生になられる悠仁さまは、次期天皇としての素養を身につけられる段階にあります。皇室の存続がご自身の結婚、そしてお妃となる方にお世継ぎを産んでいただくことに委ねられているという状況を重く受け止めておられることでしょう。悠仁さまとお相手にかかるプレッシャーは計り知れません。陛下は2020年2月の誕生日会見で皇室の現状についての認識を問われた際、皇室の将来とも関係する問題と危機感を示されました。2021年12月に取りまとめられた安定的な皇位継承策などを議論する有識者会議の最終報告書では、喫緊の課題を皇族数の確保とし、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、皇統に属する男系男子を養子として皇族に迎えるという2案が示されました。皇統に属する男系男子とは、終戦後に皇籍を離脱した旧宮家などを指し、これまで民間人として過ごしてきた旧宮家の当事者にとっても、旧宮家のことをよく知らない国民にとっても、現状の皇室とのギャップが大きすぎることなど、話し合うべき課題は山積みなのだそうです。次世代を担う皇族方の人生を大きく左右する議論が滞っています。愛子さまにとっても、結婚後に皇室に残るか離れるかが定まらず、先の見えない日々をお過ごしになっているのです。2011年に野田内閣の下で同様の議論が進められていた時、会議の席で愛子さまが旧宮家の男子と結婚されれば皇位継承問題は一段落つくのではないかという声が上がったという話も。旧宮家の子孫には少なくとも10人の未婚男性がいて、ご年齢が愛子さまと近い方もいらっしゃいます。なぜ愛子さまが旧宮家の男子と結婚された場合、皇位継承問題は一段落つくのでしょうか。例えば愛子さまがご結婚後も皇室に残られ、ご結婚相手が旧宮家の出身者として皇族との養子縁組で皇族の身分を取得している場合、皇族同士のご結婚となります。男子がお生まれなら皇位継承資格を持つことになるでしょう。しかしそのようなご結婚については、ご本人のお気持ちをどれだけ尊重したのかとの疑問が生じかねません。皇族であるがゆえに政治的圧力で結婚相手を限定されるのは望ましくないという声は大きいのです。2022年12月、ご成年から1年経った21歳のお誕生日に公開された愛子さまの写真は、20歳の時よりさらに洗練された印象でした。メイクやお顔立ちの変化とお見受けしますが、小手先ではなく素肌の美しさが基礎にあってのこと。素肌がお美しいのは生来の資質に加えて日々の努力の賜物でしょう。この誕生日写真で愛子さまが身につけていたシルバーのハート系ペンダントについても話題となりました。ボーイフレンドからの贈り物ではないかと。実際は中高時代の語学友からのプレゼントだと言いますが、美しさに磨きがかかっていることもあって、さまざまな見方をされてしまいました。とはいえ愛子さまに浮いたお話がないわけではありません。皇宮警察関係者はそう声を潜めながら語ります。
感染対策の観点から御所におこもりになっている間、とある旧宮家の子孫にあたるご子息と束の間の逢瀬を楽しまれていたようです。愛子さまが瞬く間におきれいになられたのは、彼の影響が大きいのではないかと、もっぱらの噂なのですとするもの。また宮内庁関係者は次のようにも、感染症の拡大以前は皇室の方々と旧宮家の一族が一堂に会される機会が定期的に設けられていました。皇統に属する方々で親睦を深める意味合いが強いですが、女性皇族のお相手探しという側面もあります。旧宮家であればお家柄に問題があるということはないし、皇室という特殊な環境への理解も一般国民よりははるかにあります。陛下や皇族方と家族ぐるみのお付き合いもある旧宮家のご子息は、かねて愛子さまのお相手候補にふさわしいとささやかれていました。ご本人や両陛下のご意向を無視する政略的縁談は避けるべきですが、そこに本当の恋愛感情があるのならば歓迎できる話です。愛子さまの自由恋愛が皇位継承問題の解決への足がかりになるかもしれません。いかがだったでしょうか。まずは愛子さまのお気持ちが大切だと思いますが、旧宮家の方とのご縁があれば良いですね。今のまま時間が過ぎていくだけでは国民も不安だし、愛子さまにも失礼ですから。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。